誰してん、なんか隠れてこそこそ覗いてるみたいな感じの位置になってるこれ。おや、どうした博士。あ、見つかった。どうしたんだね、マイヤ。マイヤかこれ。あ、これマイヤなんじゃ。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。きたー。現在、よう。スキャン中です。採用観察官が再調査するとの連絡は確認しております。スキャンは確認しました。お気をつけて。サンキュー。また来た、ラムファードで。さて、ここに何が眠っているのか。一回目に来た時に見つからなかった何かが見つけるはずだ。これだ。ワン、ツー、スリー。なんでベストハウス、ワン、ツー、スリー。まあ、この辺はそうやね。これ、あれもちゃんとハマったままやったしね。今日は他の部屋も見てみよう。向こうの博士の寝室の方も。そうか。製品版で初めて寝室に行けるんすか、これで。見落としていることがあるかもしれない。オッケー。寝室だろ。まあ左右の部屋、体験版で行けた左右の部屋が入れるようになってるってことかな。ご案内します。おお、お疲れ。だけかい。キープアウト。応接室は入れんのかこれ。まさか悲鳴を聞いたっていう。ああ、先に寝室行けってことか。了解した、わかった。寝室こっちな。よっしゃ、行くぜ。寝室って体験版だったらチェス版が置いてあったところじゃなかったっけ。あ、違うわ。うえーとかいう曲が流れてさ、なんか弾が出てきたんよな、そこから。おう。まだ来ちゃった。おっとっと。あ、あれ体験版の時もあったな。あの輪っかになんか弾はめ込んだんやけど、体験版の時。数が一つ減っとるか。3つはめ込むんか今回。なんかあるなあれ。たえなんか。それ何？ブロックか。お？なんかにいかにもはめ込むようなもんが出てきたな。待って何それ。石？何かの装飾みたいだな。なんか初心者マークみたいな形してんね。これは。ああ！ここを見ることができるみたいだ。ちょうどそこなんかハマるしそうなところあるけど。てか過去が見える。こんなものに過去が見えるの。見よう見よう。ゴー。こんなもの触ってさ、なんか意味あるんかなっていうアイテムやけどな。壁紙の壁の文様が取れたみたいな感じになっただけでないかも。誰？これ博士か。弾抜いたらこう、あ！なるほど。4つの弾取り付けたらここが開くみたいな隠し扉があるみたいな感じのことだったんじゃ。で、それの、あ、鍵なんじゃこれも。これでまずこういうことなんだよって、こういう仕組みなんだよってことを教えてくれる感じね。この壁に隠し扉があった。隠し扉があるんじゃここ。なるほどね。この装飾を壁に戻してみよう。オッケー。なるほどね。隠し扉のあれだったけん、こういう感じで外れとんやな。おお、なんだなんだなんだ。何が起きたの？とりあえず一つ鍵になるもんがはまったということになる。おっと、んで、そこにはめ込んだらこれが降りてくるみたいな感じか。あ、ちゃんと丸い玉4つはめ込むところあるんやな、体験の時みたいに。この天球儀は、さっき見た隠し扉と何か関係があるのかな。おう、この天球儀に4つの玉はめ込まんかったら隠し扉が開かんみたいな感じなんじゃ。うん、これ体験版でやったけん、俺はもうだいぶ分かっとるけど。博士はこの天球儀からクリスタルを外していた。クリスタルはどこにあるんだろう。そうやな、その4つを探せってことやな、つまり。探してみよう。オッケー。さすがに体験版の時と内容変わっとるだろうけんな。ある程度似とるところがあるかもしれんが、ちょっと俺も初見ですよ、ここからは。しかし、エモい写真がここにも今回もありますね。どうしてここ
これは博士と小さい頃の僕たち。あー、今回は別にメモリー見えんのじゃ。結構エモいシーンが体験版の時は見えたんですけどね。皆さん、今回は見えないらしいです。ってことは体験版の実況動画も見ないといけませんねって。写真ある、もう一枚写真あるぞ。これは誰これ。あ、ケイスさんで。え、これケイスさんと小さい頃の春のツーショット写真とかあるんじゃ。博士が撮ってくれたんかな。これこそさ、メモリーダイブしたいんやけど。これこそメモリーダイブするべきところだろお前。これはズボー、落としてわっちゃん面なのよって体験版の時も言われた気がするよ。これ落とすんじゃん、今度こそ落とすんじゃん。えっそんなことさすがにできんわ。えっえっメモリーダイブもできんのやな今回。オッケー。体験版の時は、あ、パスカードある。待て、体験版の時はワーワーの前にさ、これパスコードある、これ。あ、こんなんあるんだよ今回。番号がどっかにあるってことか。適当にやってみてえ、これとりあえず。俺の誕生日入れて開いたらどうしようかな。1004エンター。あ、違いますねこれ。これで開いたらさ、俺への忖度強すぎだろうって。あれ、なんかある。あ、メモリーダイブの対象で月をかたどった鍵、これがはまりそうな場所がある。お、また離れ場所、離れ、え、メモリーダイブではないんじゃ。はまる場所か、どっかあったかな、俺は気づかんかった。あとこれも合わせそうやな。あ、最初からディスクついとるんだよこれ。体験版の時はさ、ディスク探しておかなあかんのやけど。これは曲は一緒なんじゃ。人がキャーって叫んでる声に聞こえるの。なるほど、マーサさんが事件の朝に聞いた悲鳴は声だったのかな。あ、そうなんじゃ、これが悲鳴なんじゃ。確かに、って言いよったけどさ、あ、これじゃあ誰が、誰かの悲鳴ってわけじゃなかったんじゃ。これ音声記録を取っておこう。なるほど、誰かが叫んだんを声でごまかしたっていうか勘違いしたって感じなんじゃ。蓄音機、体験版にもあったもんがここに来てこういう使われ方するんじゃ。へえ、パスコードか、あと月の模様か。わあ、びっくりした。めっちゃ近くにあった。とりあえずさ、入った時にいきなり気づいたんですけど、これよ、これこれ、ノエルが好きそうだ。情報どうやって出しちゃったっけ、これ長押しか、これチビホロレプリカ、西方の遺跡で発掘された小型探索ロボット、遺跡を訪れた旅人を導く役割を持っていたらしい。これね、実は VR ゲームにですね、あのルインズメイガスっていう完全に他社の VR ゲームがあるんですけど、そのルインズメイガスを作っている会社の CEO さんがこのゲームのクラウドファンディングに参加しまして、そのリターンというわけでルインズメイガスに出てくるこのチビホロっていうね、使い魔をですねゲームに出してるんですよ。俺のヘッドホンと似たような感じ、そういう構図でね、こういう感じで他社のゲームに出てくるキャラクターがこう置かれとるわけですよ。うん、結構こう何でもありですねこれ。なんかカメラ見えるらしいね。過去が見えるなこれ。行くぜ、これも博士のカメラか。あ、でも結構写真2枚もあるわけやけんさ、結構写真撮るタイプだったんかな博士。あ、こっちでこれが見えるんじゃ。体験版の時、写真にダイブした時に見える映像がこう出てきよるわ。ああ、一枚撮ってあげよう。久しぶりのエモさ。春、動いちゃダメだよとか言うて、博士がブレンでズンコとかズンとかズンとかみたいな、いやいやった。体験版の時の話、このエモいシーンをちゃんと製品版でもさすがに見えるわけで。博士、なんだか家族みたいだったなっていう感じですね。結構ダイブできるもん多いな。あとなんかクリスタルがなんとか、あ、クリスタル割れとるで。しかも余ってさえさあ、割れとんはこっ
え、どういうことこれ。あ、え、よう分からんけど、こうやっとこう。ゴー。なんだろうこのクリスタル。てか硬そうやけ、ドンキで使えそう。ドンキで使えそうやん、こんなん。遅刻の時にあったんじゃ。手に取ったら誰かが。これは博士か。何しまっておくか。あ、模様替えかい。模様替えのワンシーンかが、これ。あ、あ、ノエロ、偉いね。いや、これは重いんだ。ハル、お願いできるかな。任せて。虚無の顔。ノエルの虚無の顔。ちょっと小さい子ってさ、僕でもできるもんみたいな、ちょっと意地張るところあるよね、男の子って。うちのお姉さんのマイヤがね、ふふみたいな顔になって。ね、ハル、その位置は危ないかも。もし落ちたら割れちゃうよ。あ、それで。ほんまに落ちて割れた感じなんかな。うん、そうかな。いや、マイヤ未来見えてんのかな。この未来も見えとったんかな、マイヤ。この時点で。だったらその通りだぞみたいな感じになってる。そういうことか。鉱物を置いた場所に問題がありそうだ。博士の過去の行動を変えることができれば。あ、ここもこれ過去変えるパターンのやつか。過去変えるタイミングでどうにかなんかアクションのタイミング教えてくれるんかな、これ。あ、どういう感じなの、ここで。これは棚にしまっておくか。たまにしまうっていう発想にさせなければええのか。博士自身が運べばええんか、それとも博士自身が運ぶから正解みたいなところあるんかな。僕が棚まで持っていくよ。あ、違うわ、ノエルに任せるんじゃ、これ。はい、頼んだ。はい、頼んだでいいかな。いや、どこ行ったん。どっか行った、鉱物。あー、ちゃんとこういうところでね、渡す相手決めれるようになってる。頼むわ、ノエルの、うん、鉱物どこ行ったんところで。待て、そもそも鉱物どこ行ったん。あー、鉱物こっちに戻ってる。間を取ってまいや。ノエルに渡せばええんだ、とりあえずここ。よし、わかった。ノエル、お願いできるかい。ノエル、お前がナンバーワンだ。いいよ、大丈夫。重くない。で、置く場所が違うんじゃな、ノエルだったら。あ、下に置いてる。なるほどなるほど。こうやって下に置いた状態でドヤ顔してる。よくできたね。え、来ぞノエル、お前がナンバーワンだ。よっしゃ、これで笑わずにすん。あ、これが、あれか。あそこにはめ込むやつがそれだったんじゃ。なるほどね。見て見て、クリスタルなの、キラキラしてるなの。なるほどね。マジでなるほどね。なるほど。って感じで。よっしゃ、ひび一つ入ってない状態になったから、ここにはめ込むようになりました、みたいな感じじゃ。オッケー。あと三つ。気になるもん調べていくぞ。これ気になる。これは過去の記憶。ちょっとエモいもんが見えるだけかな。謎解きでは関係ないかもしれんな。博士、誰してんこれ。誰してん。なんか隠れてこそこそ覗いてるみたいな感じの位置になってるこれ。おや、どうした博士。あ、見つかった。マイヤかこれ。あ、これマイヤなんじゃ。うん、うん、天球儀見てるの。あ、これ、ああそういう記憶なんやな、これ。マイヤガレットとの関係。ガネットか。マイヤ気に入っとったんやな、この天球儀。調べてみよう。意味ありげな数字。あーっと待って、数字といえばパスワードじゃ。あー、聞くわ、取った。博士、もう一回言ってくれ博士。数字って聞いた時点でピンとくるべきだったのに。
これ誰してんやねんって方の方が気になっとったわ。そもそもパスワード金庫前やもんな、これよく考えたら。もう誰してんやでっていうことにしか頭なかったわ、お前。1673か。ナイスマイヤー、ここにおってくれて。調べてみよう。おし。ちゃんと春がね、なんか数字いてるなーって感じでさ、数字に対して気を引いてくれとんよな。よっしゃー、これか、王者。春、すごいなの、綺麗なクリスタルなの、明日もなんだよ。見たことない。おいおい。リリーまで明日前になってきたぞ、お前。どこか変なもん思いちゃった。こっち。あ、ちゃうちゃうちゃう、待って待って待って、青いところに入れようと思ったの、待って。アイテム欄に入っちゃった。オッケー、次行こう。これなんだ、これはカードキー。これはアイテム欄に収納した。どっかで使うんか、差し込むところがあるんかな。こっちにもカードキーあるけど、どこかな。これもなんかアミダクジみたいな感じに書いてる。なんか関係あるんか。ブラック、あ、ブラックとホワイトがある。何ブラックとホワイトって、昔のポケモンの作品みたいになっとらないか、お前。ここはもう全部調べ終わったかな。あ、なんかある、これ。なんかここだけ模様があるのが気になるけど、なんもないな。じゃあ、あれ調べたかな？もう全部調べた感あるぞ。まあ、二つ。あ、待って。これ、体験版にもあったやつ。ルーク。チェスの駒やな。これは、あ、やっぱ持っていけるで。そうよ、これで応接室でさ、この前、てか体験版の時はチェスの駒使って謎解きしたけんさ、いけるようにやっとんかな、そろそろ。体験、応接室で。全部調べたろ、調べなあかんところは。よっしゃ、いい感じにいっとるって感じやな。マジでよう覚えとったな、お前。行こうぜ。もちろんじゃ。よう覚えとったな、お前。褒めてあげようじゃん、お前。よくやったの、何だねじゃん、お前。ご謙遜なさるな。行くぜ、応接室。どんな謎解きがあるんだろう。さすがに体験版の時と、全く一緒ってはずはない。なんか配置的には全く一緒でもおかしくないような配置ですけど。そのセリフも体験版で言おったな。さて、どんな感じだろうな、今回は。なんかリリーの移動パターンが体験版と一緒ですけど、さあどう変わっている、今回は体験版と一緒とは思えんのやけどな。とりあえず体験版の時みたいに駒を拾っていけばええだろう。見つけた、はい、クイーンを手に入れるとホッとするみたいなこともいいよって気がする。これは、はい、これとんがりコーン、はい、とんがりコーン、うん、人生ゲームの駒、まあもうこんなもんかな。これで全部かな。今手に入れるやつは全部かなのところで、ここに所定のもんを置いていく感じね。これがこれやな。そう、ここにとんがりコーンだろ。とんがりコーン置いてこ。え？あー、なんか体験版の時と一緒な感じ。なんか体験版の時と一緒な感じの出てきてしもた。体験版のリプレイ始まるよこれ。見て、何か出てきたの。これはチェスの駒みたいなの。この馬、私の相棒は凶暴ですって言ったわ、俺、大生き物にも。春は小さい頃は暗い場所がちょっと苦手だったのよ。怖くないの？リリーがいるから大丈夫なのよ。リリー、首と足首えらい光ってるよ、お前。とりあえずこれ取るんでしょ？ナイト。回収。で、ああ、こういう絵あったし、
壁のチェス盤を見て同様配置に OK みたいな感じの考えるやつだよね。これは見たら簡単にわかるよ。一番奥のここが馬です。人生ゲームがこっち。そんでカップケーキって読みよったな、これ体験の時俺がこれ。あーよいしょ。ねクイーン、あれクイーンの小判そういえば手に入ってなくない？あれ待って待って、クイーンっていうか駒が一つ足りんわ、よう考えたら駒が足らんようになったんやけど、一個どっか見落としたか。やっぱラボ行った方がええんか。あれだけカードキーがこと言おったけんな、ラボに足らん最後の一個の駒置いてあったかな。覚えてないよ、あんまそんなあったかもしれんけど。どこでカードキー使うん、ところで昨日も入ったけど、はい、もう一度調べてみるな。オッケー。宝、宝石が入っている。どうにか開けられない。宝石。どこの話をしている？あ、待って。これのこと言おったん？これか。このか、宝石の話とか言われても、まだこれ調べてないの？宝石の話とされても困る。これに合う鍵は持ってたかなって。完全にこれのことだし。オッケー。あ、宝石これ。待てよ、お前。まだ宝石調べてないのにさ。この箱調べてないの、宝石の話出せても知らんわってなるわ、お前、そりゃ。そうそう、このあゆ宝石、アーマイヤのお気に入りだったのよ。へぇ。ってことは、マイヨの曲か、これ。おそらくそうやな。来た。ノエル、あれ何してんの、これ。ねえ、姉さんで。いたずらっ子が立ててる。どこかに姿を隠して、どこがいいかな。あ、そこで使うんカードキー。黒いやつが一番右。待って、博士ちょっと左の列の右から2番目かな。博士もさ、子供のいたずらに加担するためにこういう重要なカードキー使うんやめえ、まあ、何してんの。ここならきっと驚くね。てか開くんやな、そこ。オッケー、使い方わかった。これ差し込み口ちゃったんじゃこれ。おし、こう一番左に、一番右のところにこれ黒で、こっち側の4つの右から2番目に白だった。ん、あ、でいいでいいで、こうね、これでシャッターが開くんよな。オッケーやけどな。あっ、駒ここにあったんやな。うわー、すごいなのー。これ何の機械ところで。わ、なんかここもすごい謎解き、オブ謎解きみたいなのが。あー、なるほどね。うまいこと回転させてつなげて、あそこまで光持っていく感じね。とりあえずこれ取るよ。じゃあキングを置いて1個出てくるんと、ここを謎解き置いてここの1個が電話入ってことで4個する感じじゃ。なるほどね。どういう感じでどう操作すればどうなるかっていうのを考えなあかん。一周も、半周、4分の1もあるんだよ、つまり。こう、なんか惜しいとこまで来てるぞ、お前。割と惜しいとこまで来とるぞ。でもずれるんやな、こうしたら。あー、結構頭使う系のやつじゃ。でもさ、一番左のこれはさ、
この2つの向きのどちらかに合わせなあかんけん、逆で逆向きに考えていけばいいんじゃないかなって俺思う。こうしてなんかこれいい感じに繋がってないですか、これだから、これを繋げるためにはこここう動かさなあかん、でこっちも合わせていかな、よっしゃー頭いいだろー、逆から考えるパターンね。やったなの、監察官の面目役所なの。ごめんリリー、面目役所って言われても俺難しい言葉わからんのよ。よっしゃ緑のクリスタルゲット、よっしゃ、これとさっきのキングの駒を置くんで、もう一個手に入って全部揃うだろう。さすがに来たけん調べてない、もう調べたいなと思ったけど、なんかこれと言ってあるわけじゃなさそうやけん、さようなら。暗いお部屋光ってて綺麗だったなの。ねえねえ、もう一度見てみないの。誘導してるな。まあもちろんよ、あそこの謎解き全部終わったわけじゃないけど、どっちが寝室だったっけ、寝室じゃないわ、どっちが応援する、こっちか。ここでキングを取ったら、それでもうここ開いて最後の1個が手に入るはずやけん、もう王手、チェックメイトよ。はい、そういうことか。体験版と基本一緒だったな。でここで赤いやつが出てくる、これで全部揃ったというわけだ。オッケー、ちょろいね。でこの2つを取り付けたら隠し扉が開くというわけだ。隠し扉あるんやな。何のための隠し扉だ、その奥に何が眠っているんだ。リリー、お前は知らぬか。うん、行くぜ、戻ろう戻ろう、戻るなの。オッケー、行くぜ。どこ、どっちやったっけ、あれラボやったっけ、ラボか、ラボであったよな。もう方向音痴というかさ、記憶がぼやける。やおじゃないか。よっしゃ、じゃあつけましょう。おお、こっち緑、赤、おい、オッケー。あ、そうか、真ん中の白いやつ取れるんよな、それで。あ、これはメモリーダイブの対象で、おっしゃーい、開くところが見えるんかなこれ。あ、これの上に乗っけるんじゃこれ。あ、これただの金庫じゃなかったやな。最後のキーをはめ込む土台になっとったんじゃこれ。言われてみれば上なんか乗っけれるなって感じやな。言われてみればだけどね。俺気づかんかったけど、初見で。来たー、お、メリーボーガンが回って、光が。で、あ、さらに光が繋がって、そこに行って、なんそこ、なんかあるぞ、それ。え、光がこう来とけん。向こう側なんかある、とりあえず部屋出て行ってみよう。向こう側へ何か起きてるかもしれん。どういうことだ、出れねえなー。マジか、出れんのじゃ。でもさ、なんかいかにも向こう側になんか光集めれば何か起きそうな感じがするんやけど、違うな、なんか反射させる系な気がしたんやけど。あ、これだこれだ、なんか止まってる止まってる、どっかになんか反射させれるそうな感じ。え、あ、あ、これ春が最初置いたところ。
あ、こういう感じなの？じゃあ春、割と正解なことやってない？これ光あ、お、それで向こうか。あれ、やっぱ意味あったんじゃ。あれただの模様かなってなってしまったけどさ。よっしゃ、気になるの。うん、向こうなんかあるよね、これ。きた、なるほど。あ、でここが開く。結構手順あるんやな、開けるに。めんどくさない？しかもまだなんか謎解きがあるような感じになってますけどね。なんか謎解きチックなもんありますけど、すでにまだそれに。あー、なんかさっきも似たようなもんやったかなみたいな。どれどれ、チェスの駒がついとるよ。こっちは触れんけん、こっちははめ込む感じで、なんかこれ回る感じになっとるんと、チェス、とりあえず空いとるとこに置けるよなって感じ。え、うん、やばい、なんかチェスのルールとか関係あるんかな。あ、でも光、また光がどうのこうののパターンのやつで、これ。あ、こっちのレーザーの光をまた向こうに集めるためにはどうすればええのみたいな感じか。全部配置したら回るんかな、このボタンを押したら。あ、回らん。じゃあ先こっち見てみ。お、なるほど。あ、まだアイテム追加であるんじゃ。なんだこれ、これだ。トリカゴと、なんじゃこれも。カードキーポイント、なんじゃこれな。左のもんなんだこれ。わっ、ガラクタだらけなのよ。奥に何か書いてあるなの。三角の門と四角の門があるね。なんだこれやな。とりあえずカードキーゲット。どっかに差し込む場所を探そう。カードキー、トライアングルと、初めて見るな。なんだこれ、かなり古いドローンの一部と、これがカゴ。何使うんこれ。カードキーがもう一枚ある。二枚目手に入った。あ、三角と四角ってことか。スクエア、トライアングル、スクエアやけん三角と四角か。で、この二つが使って、このあれはもう触ってもしょうがないやろ。ってことはもう、カードキーどっかに差し込めば何か始まる系だと思うが、そもそも差し込むところどこだろう。なんか差し込めそうな穴あるな、これ。あ、ここじゃ。あー、なんか開いた。これまでの応用版みたいな感じなんか。調べてみよう。暗くなったけど棚の上も調べられそう。また奥に何も考えてあるん。またチェス版やな。またコマがあるし。あ、さっき2つ空いとる部分にはめるんって、これを2つか。キングとクイーン。そしてこれはドローンとは比べ物にならないみたいな。でかいパーツがまだあるってことか。それより向こう、あ、これがさっきの 3×3 マスの置く場所みたいな感じなんじゃ。なるほど。じゃあ覚えとって、一番下の段が馬、クイーン、馬ってなってるね。馬2つおったな。そういや、おるな。じゃあここにクイーンか。正解はこれ。クイーンやん。クイーンよな、一番下のこのギザギザとしたのクイーンよな。これ邪魔やな、めっちゃ邪魔。見えんのよお前。パンプキン、パンプキンか知らんけど、パンプキン人生ゲーム、パンプキンやったらな。パンプキン人生ゲーム、パンプキン、あ、ちゃうと人生ゲーム、これが邪魔やな。パンプキン手持ちに持ったんか。パンプキンか、パンプキン、パンプキンか知らんけど。でパンプキン納豆剣、うん、置き方が、あ、ちゃんと配置はこれで OK か。あ、OK やな。やけん、それで動かす。その上で動かすってことか。青と赤があるな。あ、青と赤。真ん中はそのままで青と赤を動かしてやってくださいみたいな感じじゃ。これもさっきの応用で最後から始める。これで、この4方向のうち2方向の、どちらかが向こうに向かなあかんわけなんで、とりあえずこっちで試してみるでしょ。
でやったら下があかんけんここじゃないよな。これはここ確定です。こっち向き一択にするしかないんですよ。あれ、でもそうしたらこれ、え、ちょっと待ってよ、なんかおかしいぞ。あれ、なんかおかしいって。あ、隣の紫も一緒に動くんかこれ。あ、どっち動かしても隣の紫動くけん、その辺も考慮に入れながら動かさなあかんのじゃ。なるほど、考えなあかん感じやな。え、そうなるとどうなる。うわー、結構頭使うぞこれ今回は。あ、でもさ、こっち向きの時は下に行かなあかんけど、これは絶対に横向くけん、これは違うな。つまり赤は絶対この向きで正解なんよ。その上でつなげるにはどうすればいいかってことを聞かれとるわけじゃ。これは、あ、来たー、なんかじゃあ左どうすればいいかだって考えよって適当にやったらなんか奪いった左側考えずにできてしまった。右側だけでクリアしちゃった。あー、ラッキーラッキーハグッキーだやけど、まあなんか続きそうですね。でもなんかちょっとまだ続きそうな雰囲気してますね。ねえ、光の向きはまた変えるん、光の向き。なんか飛び出てる。え、あ、向き変えれる、いけー。え、待って、上の方行ってもしょうがないんちゃうこれ。下行かな、よっしゃー、隠し扉だ。ここまでしてようやく開くんや。めんどくせえ。博士の記憶で見た通りだ。プライベートルーム。隠し扉があるなんて。ここまでしら開かんところ。行ってみよう。これでプライベートルーム入れるんじゃ。どんなもん隠しとんよ。博士どんなもん隠しとるん。ここまでして入らな、ここまでしてな、入らんところ。何があるんや、博士。そこまでで隠したいもんって何？うわ、すごいところ来ちゃった。なんだここ？変なの？こんな地下室、リリーは知らないのよ。いかにも研究室って感じはするけどさ。なんだろう、この機械。ここは。何かのラボみたいだ。ラボな。なんか作りよんじゃ。なんだかおかしいなの。どうした？なんかちょっと体調悪そうな顔しとるぞ。AI なのに。ネットワークに全然つながらないのよ。ネット遮断しとんじゃ。この部屋の何かがコネクションの邪魔をしてるみたいなの。へえ。もしかして妨害電波が出てるのか。妨害電波といえばさ。そういや、博士のカイロスの情報を遮断されとったけん、なんか関係あるんか、この妨害電波。外部から隔離されたラボか。調べてみよう。なんか無関係と思えんような情報で出ますね。なんかありますね。これはきっとなんかありますね。おもちゃがある。カルたちの子供の頃。あー、これさっきノエルが。ノエルが持っとったやつ、記憶の中で。旧時代のアニメーション、愛用ノーツで主人公が使用する光線銃を持ち主したおもちゃ。へぇ、僕たちのおもちゃを、博士は大事に取っておいたのか。フライパンとかあるね。やっぱ博士って優しい人な感じがするんやけどな、こういうところ見たら。記録に残しておこう。いるんかな、でも記録。いるんかな、これ。なんか後で役立つか、これ。全然役立ちそうには思えないけどな。小型コンテナ、コンテナ使用中ってなんだ。液体保存用ってことは、なんか液体入っとんじゃんこれ。記憶の中で見たものだ。え、あったこんなもん、覚えてないよ、知らんよ。光線銃のおもちゃに関係あるの？エネルギー、もしかしてこれエネルギー、これ
これを中に入れてこっから打ち出すみたいなシステムなんなあで植物がここにもあってなんだこれ研究用の植物の温度や光の具合を管理しているみたいだ、うん、表示されてるのはこの植物の研究資料かななんだろうこれリサーチリサーチノートズイアエオンイオンアイオンアイオン粒子のやつかパーティクルパーティクルセンシティブセンシティブプラントスペーシーメスペーススペスペシムわからん上のラボにも同じ植物があったなあったねこれを読めばラボの植物のことも何かわかるかも分かってどうするんコピーしておこう分かってもなんもないと思うやけどこんなもんなんか関係あるんいやアイオン粒子に関係あるけんさなんか結構重要なもんではあるんだろうなけど今こんなことを知ったところで何もならんと思うけどなんかあるこれロッキーだ。うおなんかやべえもん見つけちゃってアクセスできないなアクセスできんのか緊急時のレバーわーなんかやべえもん出てきそうだなこれを下ろしたらやべえ生物兵器とか出てきそうだななんかいろいろあるしなんこれウイルスみたいなウイルス入れてそうな感じのやつ見つけちゃったなんすかこれ情報見せてくれ変異体の干渉能力促進するための薬かなんでこんなところにそんなものがある中に入っているのは変異体だと言うのか人工的に変異体作り出しとらんか大丈夫か博士人工的に変異体を作り出す研究とかやってないそんな人工的に変異体作って何があるんだ？壊れたガラスを手で触ったらメスなのよ。ガラス。こういうガラス片が凶器になった可能性もある。いやそれであんな刺し傷にはならんと思う。遺体の傷口はどんな風だったかな。いやこれではないわ。あーなんこれ。これは。これ変異体なの？これは西方の遺跡で見つかった生命体アイオン粒子の影響によって突然変異した生物である可能性が指摘されている変異種 VRR インクリンクってでも読みそうな気がするななんかこれ確かクラウドファンディング法人構想の参加者のオブジェクトじゃないんクラウドファンディングで送ってもらったよね設定資料集こんなんあったわあったけどこれ何なんだろうどんな人がクラウドファンディング参加してこんなんが出来上がってんのかなどういう人なんだろうすごい気になるわクラウドファンディング参加した人あなんかまたここにも触れるところあるぞおなんかシーン変わるえひらくんひらくんあああ、リリー、そりゃそんな顔やるよな。博士なの。すぐ局に連絡しなくちゃ。ここに運ばれとったんじゃ。ってことは、博士。この地下室知っとる人間、博士以外におるんじゃ。知っとる人間っていうか、開け方も知っとる人間な。ここまで来たらなんか博士がさ、死んだ後遺体をここに運んでくれって言っとるようなもんでないかお前協力者がおるんやなやっぱなんだよこれ捜査任務クリアってことになるけどさ遺体見つけたけん顔色が良くないの声出てきたんが博士の遺体とは思わんかったしもしかして悲しいなの悲しいのかな違うそんなんじゃない僕は博士に怒りを感じてたでもあ感じてたんじゃ怒り
でも過去の記憶が見よったらさ、博士って優しい人なんじゃないかなって思ってしまうよな。数少ない人だったんだ。ああ。その人が亡くなったってことはもう過去を知ることが。生きている博士と話がしたかった。うん。しかしすごいショッキングな感じに。急いで局に連絡を。どう動くんこれ。話が。ここだとネットワークが通じないなの。ああ、そうだったそうだった。畜生。なんてこったやな。ここまで予想されたかのごとく遮断されとる。リリーが連絡してくるからここで待っててなの。頼んだ。生体用の睡眠ポット。睡眠ポット。だいぶ改造されてる。睡眠ポットってなんだ。冬眠用か。なんかよく SF ものである。冬眠して数年後にまた起きるように、その場合まで体を全く同じ状態に保存しておくみたいな感じじゃん。ストレージから引き出せる情報は誰が運んできたかっていう情報ないかな。何この足音。D じゃない、人の足音だ。え、誰か来たのか。え、関係者。隠れて様子を見よう。はいはい、了解した。もしかしたら博士の協力者かもしれんし、裏切り者かもしれん。このシルエット見たことある。もう後ろ姿で見たことあるんですけど、この人。まったくあの男はほんとしつこいったら。しつこい。ここまで来れた。ああ、足線か。ちゃんと追いかけてくるよってんやけど逃げられたか。それにしても隠し部屋か。相変わらず用心深い。何しに来たん。てるみたいだ。たまたま開いとったんに入りに来たみたいな感じのセリフに聞こえるけどな。あった、これだ。中が目当てだったらしい。そこに誰かいるの。え、待って、なんで見つ、え、あれー、どうすればいいっすか。なんかやばい、このマイク燃えてる。ああ、よかった。また歌えるんかと思ったじゃないか、お前。そうじゃよな、こっちを今の世界線のあなたは別に俺のことを殺し生きとったわけじゃないもんな。でもなんすかが、こんなとこで待ってーな、おい。悪いけど君を殺さないといけない。生かすなぐるやろ今。まだやる気か、お前。せめて苦しまないようにしてあげる。もう苦しいわ、すでに苦しいわ。べー。同じ人物に2回も殺されるか。あー、時戻ってる、時戻ってる、時戻ってるよ。無敵やん、春無敵やん、女。あー、また戻ってきたか。なるほど、2日目も2回繰り返すパターンね。あれ、リリー抱いてる、これ久しぶり、戻ってきちゃった。もう聞いたよ、その話は。別れ道に戻ったら別のことを試してみるの。はいはい。
ってことはここの部屋に 戻れってことやな。この2日目の最初にどこまで戻るんだろうこれだったら。ああ、起きたところからね。俺のヘッドホン、俺のヘッドホンや。久しぶりにしゃ、俺のヘッドホン。時間が巻き戻っているのか。記憶をもひね持って再びここに戻ってこれるのがでかい。死に物の死に戻りの力手に入れとうからな。おかしいなの、また勝手にメモリが更新されちゃったなの。あ、死に戻りするたびに更新されようやな。お前ぐるぐるしてるなの。多分また2日目も同じこと繰り返してるよ。時間を無駄にできない。誰、どういう感じだろこれ。ケース遠ざきに合わずにラムファードって行けるようになってしまったんだよ。